ハロー、たけです。ということで、改めまして、WBC 日本優勝おめでとうございます。ということで、まあね、あと WBC が、WBC がじゃない、日本がか。WBC で日本が優勝したということで、まあすごい、もう世間はもうお祭りモードですよ。で、そこで本日そんな、WBC 日本が優勝したことにまつわるような動画なのね。っていうのが、WBC が優勝したら、ラーメン一杯無料にしますっていう家系ラーメン屋さんが、数週間前からなんかそういうこと言ってるラーメン屋さんがあって、そうなんやぐらい思ってたよ。あ、WBC、そうやな、日本優勝したんやな、みたいな。まあラーメン関係なく普通に優勝したらやなって思うやんか。で、ラーメンもそうなんや、そんな感じになるんやと思って。で、頭の片隅に置いてたんよ。で、今日、3月 21?22 か。優勝。おめでとうございます。で、その時におめでとうございます、同時に。あのラーメン屋さんどうだった、どうなったんやって思ったよ、普通に。確かに。あのラーメン屋さんどうなったんやろと思って調べたんよ。うん。21、22、23、3日間無料にするって言ってて。うぅ、電話したら、えげつないぐらい行列できてるらしい。でもほんまに、マジで、来た人全員タダにするみたいな。0円の家系ラーメンが食べれるということで、本日は0円のそちらの無料家系ラーメン食べてみたいと思います。で、しかも、場所がさ、昔、10円二郎系ラーメンって行ったことあるの覚えてるからみんな。なんか10円の二郎系ラーメンっていう店行ってんけど、そこのお店と一緒なんよ。オーナー一緒のままで、家系ラーメン屋さんになってたんよ。これマジで。あ、そうなの？オーナー一緒だけど。え、何その願いみたいな。ユニバのあの、キャストからディズニーのキャストになったみたいな。そんな感じじゃない？言うたらさ。じゃあ本日の検証、そちらの無料の家系ラーメン、もともと二郎系ラーメンやったんよね。今、家系になってて、無料でしかも、味はいかがなものなのか。竹脇町で今までいろいろ行ってきてるからさ、家系ラーメンのとかね、そんな竹脇翔が、そちらの家系ラーメンを食べて美味しく感じるのかどうかという、検証をやっていきたいと思いますっていうのを、あの車でバックしながら言いましたね。オッケー、着いた。じゃあ早速お店まで行ってみましょう。竹脇翔、えぐいぐらい並んでるっていうから、お店が落ち着いた時間帯に来てくれっていうふうに言われたんで、ちょっと落ち着いた時間帯にやってきてます。こちらですね、着きました。あ、すいません、あの連絡してた。あ、ありがとうございます。席どこですか？どうしたらいいの？どうも。ちょっと待ってもらっていいですか？あ、お客さん。あ、お客さん。めっちゃ店員と思ってた。ご飯食べるとき毎日たけやきショーの YouTube 見てるんですか？あ、ありがとう。ありがとうございます。マジで毎日ご飯食べながら。全然全然かっこいいです。ありがとう。好きです。旦那さんの前に行ったんですけど。あ、弟。あ、ポケモン。ポケモンじゃない、ポケモン兄。兄。いや、詳しい。好きやの居酒屋のやつ、めっちゃ笑ったっす。ありがとうございます、マサイ。毎日見ます。ありがとうね。ごめんね。すいません、毎日見ます。店員さんの知り合い？店員さん。あ、全然知らん。え、全然知らん。ちょっと袋って聞いたらしくて。あ、そうなの。なんか待ってていいですかって。そういうこと。はい。なんかちょっと待ってっていうこと、店員さんじゃないかなと思って。さあ、店内に入ったということで、今トイレ行こうとしたのか。じゃあ見て、おい、豚野郎って書いてんね。めちゃくちゃ二郎系ラーメンで、この店が、あ、前二郎系ラーメンの店やったんやなって分かる。オレンがまだかかってるっていう。だからユニバー行ったらね、まだミッキーがあるみたいな思いで。ここがユニバーサルスタジオジャパンかみたいな。君がいるのっていうのかい。この赤は死ぬ赤かい。いやー、でもめちゃくちゃ並んでて、もう数百人並んでて、で、撮影許可取った時にスープがなくなりそうで、なんかお店を閉める時間になったらもうやめとこうと思ったらしいねんけど、なんか社長の意向で閉店時間が過ぎてても並んでたらもう全員にラーメンを出したれみたいな感じの意向だったらしくて、店員も、店員の人もなんかオーナー頭やばいんですよって言ってたって。これ使っていくか分からんけど。優勝したら3日間ラーメン無料か。いや、だからこれがね、多分ね、動画が上がるんが、今日撮影日が22やんか。で、23に編集して24には出すから。すごいな。え、ちょっと待って、22、23にしよう。ギリ、これ見ていかれへんの？ギリいかれへん。行かれへんのやばくない？まあ普通に行ってって話だね。失礼します。お待たせしました。はい、ありがとうございます。ね、こちらがあの無料のラーメンになります。はい、ありがとうございます。めっちゃおしゃれじゃん。思ってた、なんか家系ラーメンじゃない。このほら見て、チャーシューローストビーフ的な、めっちゃうまそうやねんけど。それではいただきます。お前ももらってんもんな。ただやろ。うまっ。じゃあこのチャーシューいただこう。うん、おしゃれチャーシュー。でもこんな WBC 盛り上がるとはな。まあ大谷さんが出るってなって、ダルビッシュも出たもんな。え、だから最後さ、大谷さんがさ投げて勝ったやん。今回スライダーで勝ったやん。知ってる知ってる。すごいんが、14年前はダルビッシュがスライダーで投げて優勝したやん。もっとこんな時効設定でした。覚えてるよ。なんかこんなんやったやろ。
いや普通に味美味しいな。本格的。うん。足めっちゃうまい。思い出したわ、ここで10円ラーメンの撮影もしたけど、平林先生っていうマナーの先生が おんねんけど、平林先生と二郎系ラーメンデートするっていう動画をここで撮ったわ。だってまさにこの席やわ。そっか、じゃあ3回目なんや。変わったのは二郎系から家系になったってめちゃくちゃ大きい変化やな。めちゃくちゃ大きい変化だったな。では3月22日、あ、皆さんよかったら3月19日に誕生日に LINE スタンプが発売されたんで、もしよかったらダウンロードしてください。なんかね、視聴者からなんかこうやって来てんけど、デイリーランキングみたいなの何やったかな。なんか結構上位の方が入ってて、あの5位かなんかにクリエイターズランキングの1位がなんか東海で、2位がちいかわ、3位もちいかわで、4位がウルカで、5位が竹焼商っていう。そう、泣いてくら入ってたから、ちょっともう一回ねランキング食い込ましたいので、ちょっともしよかったら皆さんダウンロードよろしくお願いします。ということで、あの誕生日やったらね、3月19日にね、あのスタンプ使い勝手いいよ。そうなん、めっちゃ使い勝手いいよな。ぼっち飯めっちゃ好き。ああそう、ぼっち飯とか俺のその普段の動画にちなんだ感じのスタンプを作ろうと思ったから、夜行バスのスタンプとか。整うは完全にこれプライベートやもんな。日本一評価が悪い。ああそうそう、日本一評価が悪いとかな。これとかは完全に動画のあれやもんな。てかさ、この前さ、あのラーメン5キロ大食いチャレンジ20分のみたいなんで、まあ俺が挑戦して残った分を全員スタッフで食うみたいなってんけどさ、でその時のコメントで、お前麺食えやみたいな、具ばっか食いすぎやねみたいなコメントでめっちゃ荒れてたん知ってる。最近入った社員で入った後期から教えてくれて、なんかめっちゃ荒れてますよみたいな、翔さんなんであの具のくだり使わなかったんですかっていうのがあって、なんか俺その食べる前にそのしのけんさんからの教えで、具を最初に食べると、本当にガチで行くなら具を最初に食べて最後麺いけっていうのを教わってたよね。でそれを動画で話してたよ。でそこがちょっと手違いでカットされてて、ただただグーからいって残すやつっていう、でそういう俺の作戦があったっていうのをちょっとね、みんなに知っといてほしいなっていうの。あ、てかさ、みんな覚えてる、あの前になんか DM かなんかで、あのお前なんか武道館行けるわけないみたいな送られてきて、いい動画のネタになったと思って、これちょっと動画にしようってなってバーって送って選手したやんか。で今日か、定期的にその DM チェックするよね、うん、そいつからまた DM 来てて、えすごい、あ、勝負に来てて、何勝手に使ってんのみたいな、3行ぐらい読んで、あ、めんどくさって思ってブロック、速攻ブロックした。速攻ブロックした。だから内容も飲んでない。いや、あの労力別に使ってんのと思わん、マジで。いや、それこそ俺別に動画のネタできるから別にまあいいけど、かわいそうよな、普通に。それだってあいつもやばかったよ。何？タクシー待ってる時にさ、うん、女の子話しかけてきて、あ、それ別の動画で話したわ。あ、マジ？話した話した、こういうことがあったねっていうので、タクシーで並んでたら後ろから来て、一人がファンで一人が何も知らんみたいな子で、ね、ファンの子がわー話したら、なんかこっちの人の子が、え、全然興味ないわーみたいな。で、なんかずっと質問してきてて、その俺らのこと知らん人も質問してきてたのに、途中でやば、私興味ないから出ちゃってるみたいな。いや、やばかったよな。その後タクシー乗ってみて、なんやあれみたいなな。びっくりしたわみたいな。多いよな、でもな、そういうのな。多い。いや、だから自分気ぃつけようって思うよな、なんかそういう、知らん間に相手嫌な気持ちにさせてんだろうな、みたいなさ。あ、それで言うとさ、最近お前、編集、コメダとかでやってるやろ。やってる。目撃談あったで。え、怖い。何やったかな。何怖い。最近、馬先に竹焼翔さんの弟が来てる、してるね、知らんけど、なんか編集してるとかじゃなくて、ちょっとオーラ違うんで。いいように書かれてる、よかった。よかった。オーラ違うらしいで。意外とそういう目があるから怖いよな、ほんまにな。あ、あれ来てたわ。なんか、怒り狂ったコメント来てて。いや、マジ。これはお前にも関係するから。え？こたつでこうって言ってない。あ、これや。文字で何言えばいいんだ、 LINE の方法も間違いやすいからやめろ、このコメント消してるみたいなの聞いてる。まあ消してもないやん。うん、だからそいつのトップページ飛んだよ。じゃあ53件コメントがあって、最近のコメント、またか、何か言えばいいね、文字で何言えばいい、ずっとそればっかしてんの、怖い。そんな、あの、みんなよ、もう。もう、てか理解しろよ、お前。53件もこれに残すな。これ確か持ってきたん、あれやな、弟やな。で、この編集ええやんってなったよな。うん、一回だけ相談したよな。そういうコメントあったけどどうするみたいなんで、で、うちのスタッフで会議して、でも一件だけしかないし、これ見やすいから、いいっていう方の意見の方が多いから、まあ、このまま使おうって言ったら、53件一人で。めちゃくちゃやん。でも、怒ってるやん。でも、53件言うけど、見てくれてる。そう、見てんねん。あの、ありがとう。このありがとうっていうのを今、LINE テロップで出したから。オーライ。うわぁ、うん、やば、
もうさ、こうやって姿形を変えてでも続けていくって大変やろな。だってもともと二郎系ラーメンの店がさ、そっから家系に変えてて、とりあえずここのオーナーはそうしてでも店を続けることを選んだわけだから、仕事に似てるなと思っちゃって、なんか多分いろんな形あると思うよな。例えばなんやろな、バンユンがコント始めたみたいな、あったやんかバンユン、ね、そう。でもあれも本人たちはうわーちょっと方向性うまくいかんなって変えてる、続けたいから。あ、でもやめてるわ、無期限休止や、ごめんなさい、何もなかった。来ます。いやでもなんかそれぐらい変えてでもやっぱ続けるってことは潔くてかっこいいなと思うけどね。難しいやろな、ずっと同じことして続けるっていうのが。変わらずに変わることが一番かなっていう、そのある意味その矛盾してるんやけど、本質は変わらず、やってることは変わってるっていう認識は持ってへんけど、でも俺の中ではめちゃくちゃ変えてるみたいな。でそういう細かいこだわりみたいな変化みたいなものが長く続く秘訣なんかなみたいな感じには思いますね。中をよく見てくれてる人からしたら変わってるみたいな、そういうのが一番かなって、すごい YouTuber やちょっと思うよな。だって二郎から家系ってさ、なんやろな、俺が今のこのジャンルから ASMR 始めるみたいな。そんな感じやわ。そんな感じやんな。もしくはカップチャンネル始めるか。一回もはややってみたいけどな、ここまで否定してたらさ。絶対伸ばす自信あるわ。こうさ、俺その動画で今のその変化するせえへんみたいな話があるって言ったけどさ、いや消えていく YouTuber いっぱいおるよねみたいな話はたまにしてたと思うねんけど、いや最近の YouTuber 消えのちゃうかなと思ってて、あんまりっていうのがなんか最近いろいろ考えてて、じゃあ消えた原因って何なんかなと思ってたよ、うん、YouTuber がサポートがあるかないかやと思うよね、その周りの。だからほんまに学生のノリで始めてるやん か, だかそっからもうお金の使い方も分からずに、年聞かせずにそのままうだうだで終わってる子が昔多かったなってイメージがあって、でも今ってもう組織化があるサポートされる状態で会社としてタレントとして YouTuber やってる子が多いやんか。ってなったら俺は続くんじゃないかなと最近思うようになってて、まあ、あとは本当にね、あの不仲でやめへん限り。いやでも昔やばかったもん、周りの YouTuber とかがさ、すぐ稼ぐやんって、こんだけお金入ってくるの初めてやってなるやんか、全部使うで、全部使って次の年の税金払われへんみたいな、で事務所に借金するみたいな、で次の年にはもう人気落ちてきて、取り分とかで揉めてもう借金で終わるみたいな感じのパターンが多かったよ。でも今のやってる YouTuber ってそうはなれへんよ多分、もともと最初からなんかこう体制がある状態やからさ、っていうのはだから思うから、税金って何みたいな感じだよな。はい、ということで、今回3日間優勝したらラーメン無料の家系ラーメン屋さんまで行きました。いや普通の味、普通の味美味しかったし、優勝メニューやって作ってたやろな、優勝メニューやって言ってラーメン0円ってで、マックスとかやったら100円、まあ基盤のラーメンが100円っていう感じだよね。まあ、改めて本当に WBC 日本優勝おめでとうございます。日本に感動を与えてくれましたね。しかもここアルバイト募集って書いてるけど、アルバイト時給1500円ってめっちゃ高くない？俺の大学生時代の釜戸屋の765円のあの倍やで。1日3時間やんか、1日3時間やけど、7時から入ってたんよ。9時ぐらいになって人が少なくなってさ、今日いけるかなと思うやんか。じゃあおばちゃんがさ、今日はもう帰ろっかみたいな、もういいよって言って、もうあったかも、そう譲歩してあげてるみたいな、今日はもういいよ帰りって言って、全然大丈夫やで、ゆっくり休みとか言ってさ、いや働きたい働きたい、え、ちょっと待って765円なの、2時間なの、1500円、俺1日こんだけ頑張って働いて1500円見たらあったから、つらかったわ。そんな時代もあったってことですよ。しかも大学生の頃やからさ、俺それでさ車の免許、新型の免許貯めて PCX っていう小型バイク買ってるから、すごいな、どっから捻出したのないや自分でも不思議やわ。いやだから当時なんてほんまにあれよ、企画にもお金使わなかったからな。そっか、そういう時代もあったなと思って、時給1500円にビビった、すごいな、ここで働く？僕たちは絶対絶命の